素敵。中身はどうですか？昨日、一昨日ぐらいからね、一昨日はまた違う着物だったのね。で、昨日と今日はこれ同じなんですけども、ずっとこの3日ほどね、素敵な着物ね、素敵な着物ね。無事だから余計ね。そうですか。昔はね、顔を褒められたのよ。中身を褒められたのよ。素敵ね、なのさんって。最近は皆さん着物褒められた。いやですね、本当に。意外にこの無地の着物っていうのは、帯とか帯揚げ、いろんなつけるものでものすごくイメージが変わりますからね。これはちなみに衣装ではなくて私物なんですよ。私の。だからちょっと後ろにもう一つもんなんです。うん、ただね、今回のこの人生、どんな着物を着ようかしら。私の中では着物のイメージではなかったのよ、ね、だからなんていうのかな、ちょっとこう優しい感じの訪問着とかつけ下げ、そういうのもなんか合わないなって。でもジャケットで無地って言ったらね、何もこう柄がないから寂しくなるじゃないですか。そして今回はだから江戸小紋なんです。これ藍色なんです。藍色の江戸小紋をこうやってわざと写真モノクロ白黒にねしてもらって、ちょっとこの古い感じの雰囲気を出して、そして文字までね黒とかだったらあれなので、タイトルだけをガンと赤にして目立つようにしていただきましたから、意外に